両のボるは、中華民国、満州国の政治家。ダウール人、マルディン氏。字は、クモ氏。父の起伏と共に、満州国建国に参与し養殖に就いたが、後に、モンゴル人民共和国との通亡を問われ、軽視した。弟は、福フ,フルンボイル福徒党となっていた父の起伏のもとで、活動し、福都党交渉左右領長改弁、左町町長を歴任する。 また、法典派の一員として、東三省保安総司令部、毛虎戦部士顧問も務めた。1931年10月には、立法院立法委員に選出されている。満州事変が勃発すると、起伏は、満蒙独立軍西地総司令として、満州国建国を支援した。1932年2月16日、両のボルモ建国準備のための、 東北行政委員会で委員に任せられている。3月9日、正式に満州国が成立し、起伏は元君の一人として参議不参議に任命された。同月29日に、両のは公安北文書省庁に任命され、両のの息子と不義の妹の婚約まで成立した。しかし、両のは次第に関東軍の戦能に不満を抱くようになっていく。 1935年に満州国とモンゴル人民共和国の国境問題を扱う満州座と会議が開かれると満州国代表団の主席代表を務めた。後の軍法会議の判決によればこの満州座と会議を契機にモンゴル側要人と接触しオラホドが事件などに際して満州国軍、日本軍の軍事機密を伝達する内通行為を開始した。さらに モンゴル側から、密かに武器の提供を受けた。田中克彦によれば、モンゴルで発表された研究でも裏付けが取れることから、内通は、冤罪ではなく事実であったと思われる。1936年3月、両のボルは、ハイラルで、関東軍の憲兵隊に逮捕された。弟で、公安省第一警備軍参謀長の福令や、 規定で小刑務庁長,長の春徳ら11人も内通行為の共犯者として逮捕された。両昇らは激しい拷問による取り調べの末に軍法会議にかけられる。満州国軍西部は4月21日に両昇ら4人の死刑判決を発表し、24日午後2時に新疆郊外、南礼の刑場で4人の死刑を執行した。去年51、翌25日、 被服は事件の責任を取って賛議を辞任した。ありがとうございます。